東名聖王、東名聖王、東名、聖王、トンミオンソンワンは、高栗の初代とされる王、在位、紀元前三十七年、紀元前十九年であり、東名王、宮古忍王とも呼ばれる。聖はこう、意味縄、種王、種王、種門、または、住む、住む、種母、周回、周回、純へ、とされる。 三国式高栗本義第六役だら本義第六によると、皇帝の孫の茅やし、皇帝の彦の皇宍氏の子孫であると称していた。不余の七人の王子と対立し、ジョルボン、現在の両年省本慶士官ひとし満足自治権に亡命して、高栗を建国した。当名を子孫にする建国神話、子孫伝説は、不余、高栗、九太くだらに共通して見られる。また、 日本の神武天皇の統制伝説も、東名伝説に酷似している。歴史的に見れば、不予建国神話の東名と、高クリ師ソの主毛とは別の人物だと見当がつく。東名伝説も、主毛伝説も筋書きが、構造的に共通点が多い。その特徴は、王の政治的権威の源泉を天に帰属させ、同時に農業生産を左右する過信の権威を主張することで、ある。 ここでは、高栗の建国神話を、吉書と、三国式に基づいて記述する。付与の建国神話については、口述する。主毛の母である龍華夫人、ユファ、黄河の水神科博の娘は、大白山の南を流れる遊没水にいたところ、付与の金河図王、金河王と出会ったが、龍華夫人の遊びに出た先で、天庭の子を自称する海母僧、海母僧。 ヘモスに誘われついていくとなかなか返してもらえず、両親一族の怒りを買ってしまい、仕方なく、ここに住んでいますという話を疑った、金河図によって、部屋へじ、込められていたところ、日光が、龍華夫人を照らし身を引いて避けても日光は追ってきて、龍華夫人を見ごもらせ、やがて大きな卵を産んだ。金河図王は卵を、犬や豚の傍らに捨てさせるが、共に、 これを食べなかった。路上へ捨てると牛馬がこれを避け、野原へ捨てると鳥が卵を抱いて守った。自ら割ろうとしても割れず、ついに母へ返した。竜花が温め続けると、卵が割れ、男の子が生まれた。それが趣向である。趣向の名の由来は、付与の言葉で、弓の達人という意味である。その名のごとく7歳になると、自ら弓を作り。 矢を射ると百発百中だった。将来必ずこと心を抱くとして、付与の人々は排除を望んだが、金川図王は主網をかばい馬の世話を命じた。しかし、主網がダバをよく世話して、肥やし春馬には餌を与えず、痩せ細らせることで王をダバに乗せ自らへ春馬を賜らせることに成功し、また狩りへ出ると少ない射撃で、多くの獣を傷つけたため、 不与の人々は再び、主網の暗殺を企てた。陰謀を察知した母の劉華が逃亡を促すと、友であるカラス引、キ、応援、カラスイ、おいの二人、三国式では、カラスイ、おい、マリ、マレ、戦票の人と共に逃亡した。主網は、友と共に、不与を出て東南へ逃走した。遠水、王緑港の東北まで来たが橋がなく、追ってを恐れた主は川に向かって、 私は、太陽の小でか白の外孫である、今日闘争してきたが、追っ手がいよいよ迫っている。どうすれば渡れるか。というと、魚やすっぽんが浮かんで橋を作り、シュモーラは渡ることができた。シュモーラが渡り終わると魚たちの橋は解かれ、追っ手は川を渡れなかった。さらに逃げて卒本川へ至ると土地が肥沃で、妖害堅固なので、マスコツ城。 現在の菅都市満足自治権を築きととした。菅の権昭和2年、西暦紀元前37年に国を建て、高りと合した。即位直後から隣接する、白、三国式中の、末活は白を指すの部落に対して、略奪や破壊を繰り返すと、白は、恐れて服属した。紀元前19年5月、この瑠璃、瑠璃、ゆり、 後ルイミョウオ王がその母のと共に、冬から逃れてきた。これを喜んだモウは、ルイリを大使とした。同年9月に40歳で死去し、辰山に葬られて、死亡、東名性王,王とされた。上述の通り、伝説では、紀元前37年に建国したというが、実際には、元大鳥6年、紀元前75年に、元都軍が廃止されたとき、 高句理工として自立したと見られている。紀元32年に、高句理工は、高句領に昇格したがこれは、菅の朝廷から与えられた称号であり、自称としては、伝説の通り紀元前37年に、実質的に王であったとして問題ないと、考えられている。皇太王妃。皇海道王妃では、皇太王は、スム王の十七世とする。これを十七世今後の意味にとると、 三国式、高ー本義に、公会堂は、東明西王の十二世孫とあるのと比べて後世代も多い。そこで、三国式は、白木王室に連なる慶州禁止の禁輸職が、変纂したものであり、白木を持ち上げるために、高ーの建国年を、白木の自称建国年、実際には四世紀末から五世紀初頭よりも後にした、見る説もあったが、 現在では、気分の十七世は、十七代目の意味とするのが、普通である。五感書付予伝に見られる、建国神話は、以下の通り、付予の始祖としての透明の伝説は、古くは、論基地原編に見られる。また、三国史付予伝が、儀略からの孫引きとして伝えており、これらの始書の中の高句理伝では、始祖伝説は見られない。儀書に至って、不予伝はなくなり、代わりに、 コウクリ伝の中で、コウクリの始祖伝説が伝えられるようになった。その伝説の骨子は、元来の東明伝説、富裕の建国神話に、科学、水神の外孫であること、男性であること、という要素が加わって、コウクリが富裕から出たこと、なおしもうとするというものである。また、東明伝説において東明が、休日に優れていたとするのと呼応するように、主謀という語は、 前者を意味するとも書かれる。後に、高来の時代になって、三国式では、高栗の思想を、意味長主網、送り長、透明性王とするようになり、理刑法の叙事詩、においても、高栗の思想、東明王と、同一視するようになった。さらに、三国維持では、民族的統合の象徴として、断屈に系務化され、透明王である主網は、 ダン君の子であるとされるようになったと考えられている。冬の透明伝説とコウクリの指紋伝説との共通構造は、両者の民族的同一性を表している。しかしこれらの思想伝説を同一とはみなさず、コウクリの思想伝説に男性型説話の要素を含むことや、公開度を皮分や、偽証コウクリ伝に透明の表現が見られないことなどから、透明伝説の構成をもとに、 高栗独自の要素を加えた、始祖伝説が作られ、後の三国式において、東明西王としもうと同一視されたとする説もある。東明西王の領母は、平壌市中心部から東方2 5トルの地点に推定領母が存在し、と称されている。世界文化遺産高栗古墳群の構成古墳である。元来は、周安にあったものを427年の、 ピョンヤンセントと共に移された。両母は一辺32メートル、高さ11.5メートルであり、周囲には注文、祭り指導、石像などが設けられている。現室内部には29種の壁画が描かれている。1993年5月14日に、近日生の指示により整備が行われ、敷地面積、約220ヘクタール、横領区域、定量軸域、 バイフン区域が整備された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。